正式リリース前に紹介。時間がない人のための統合版マインクラフトバージョン 1.19.80 アップデート情報をまとめ。バージョン 1.20 旅路と物語のアップデートの実験で桜のバイオームの追加。ピンクの花びらに桜の苗木に桜の木、桜の建築素材とピンク色の木材が追加。さらに桜の葉っぱからは花びらが舞い散るパーティクルが出る。続いて考古学の新たな建造物、旅路の遺跡の追加、テラコッタや泥レンガなどで生成される古の建造物。旅路の遺跡に怪しい砂と新たなブロックの怪しい砂利があり、ブラシで磨くことで火事テンプレートや陶磁器の破片が出てくる。海底遺跡に怪しい砂や砂利の追加、暖かい海底遺跡は怪しい砂が追加され、冷たい海底遺跡は怪しい砂利が追加、新たな陶磁器の破片が出てくる可能性がある。そして陶磁器の破片がさらに16種類追加され、合計20種類になる。ブラシのクラフトレシピが羽、銅の延べ棒、棒を縦に並べて作る方法に変更。続いて新たな新機能、防具の装飾が登場。火事テンプレートを使って防具に模様をつけることができる。火事テンプレートは様々な建造物のチェストや特定の敵モブの討伐、考古学で手に入り、いろんな場所へ行くことになる。火事テンプレートは全17種類ある。装飾方法は火事台を使って火事テンプレート、防具、色となる鉱石素材を入れることで防具に装飾をつけることができる。色となる鉱石素材は全10種類ある。火事テンプレートの中にはネザライトアップグレードがあり、ダイヤモンド武器や防具にツールをネザライトにするために必要なアイテムとなり、今まではダイヤモンドツールなどとネザライトの延べ棒だけでできていたが、今回の実験からはネザライトアップグレードも必要になる。火事テンプレートは複製ができ、火事テンプレートとダイヤモンド7個、自然ブロックで複製ができる。自然ブロックは火事テンプレートによって変わってくるが、今回から火事テンプレートを複製するときはダイヤモンドがたくさん必要になってしまうため、ネザライトにアップグレードするのに時間がかかるようになる。続いて、調整済みのスカルクセンサーの登場。スカルクセンサーとアメジストの破片3つで作ることができ、レッドストーン動力の強さによって、その動力の強さの振動だけを検知することができる。アメジストブロックをスカルクセンサーに隣接して設置された時の振動共鳴と呼ばれる新しい動作を追加。そのスカルクセンサーが振動を受け取ると、アメジストブロックはその場所で別の振動としてその周波数を再放出する。看板のテキストを編集することが可能になる。もう一度書き直すことができ、さらに反対側にも編集できるようになる。編集させたくない場合はハニカムを使うことでそれ以上編集できなくなる。1.5 ブロックスニークがショートスニーキングの実験として追加。ただし、三人称のカメラ視点が安定していない。続いて、実験以外に関する内容で、インプットパーミッションコマンドの追加。カメラや移動をできなくすることができ、ハズパーミッションのセレクター奇数でその状態を検知できる。サモンコマンドで召喚するときに、向きを指定することができる構文になる。フェンスと原木のブロック ID が独自の ID へと変わり、ブロックステートを省略して実行できるようになり、エラーが起きなくなる。新しい死亡画面に変更されるが、オプションでいつでも変更が可能。スイカとカボチャが泥やポドトル、根付いた土、泥だらけのマングローブの根の上に成長するようになる。以上、時間がない人のためのバージョン 1.19.80 アップデート情報をまとめでした。